タクスバルキュンは早くエミリア様と仲直りしてくれなきゃ。スバルキュンが言ったって状況は変わったりしない。顔を上げる、下を向くなってクルシュ様なら絶対言うから。それともここで顔を上げるのはお城で無謀な短歌切るよりも大変？パプー、スバルキュンたら怒られてやんの。もうほんと困っちゃうよね。私、魔王軍の8人の幹部の一人ですから。あの手が熱くなってきたんですが、アークラ様、消えちゃう、消えちゃう、私消えちゃいます。ひどいです。ウィズ魔道具店の店主です。任せてください、アークラ様。これでも最上位のアンデッドなのですから。すいません、ドレインタッチですが、下手したら人が密集している場所に送られることも。もう魔力がありません。気を落とすことはないですよ。ですが彼が一つの星も持っていない事実と、ダメ、拷問的なまでの美味しさ。なるほど、どうやら桜エビが大きな役割を果たしているようです。ミス・キノ国が使用したのは1番粉、ミスター・ユキヒラが選んだ3番粉は滑らかさに欠け、舌触りも粗い。熱々でとっても美味しいです。そばの追加分はまだありますね。メイドのベルファストでございます。だからこそですよ。呼ばれていますよ。陛下にはそれとなく探りを入れるよう仰せつかっているのですが、単刀直入にお伺いします。いつまであのような戦い方を続けるおつもりですか？私事で恐縮ですが、あなたに興味を持ちました。エンタープライズ様に淑女としての礼節を享受させていただきます。さよならでもしようかしら。クマが染みついちゃってる。大ファンです。私の愛が足りなかった。セキュリティを解読して侵入できる。話してやろう。大好きなティーブレイクも忘れて準備してきたの。私の光はジェントルだけよ。私のジェントルを奪わないでお願い。罪ならすでにハッキングで犯しているわ。私あなたといられるなら何でもどこでも幸せなのよ。